はい、西田製作所です。今回のご紹介はアナログディレイです。エレクトロハーモニクスの、メモリートイという、コンパクトサイズのアナログディレイです。デラックスメモリーマンの、まあ弟分というか子供というか、まあそんな感じの、いわゆる MXR サイズのエフェクターですよね。で、アナログディレイで 550ms までのディレイタイム、そして、モジュレーションがついてて、モジュレーションがまあ程よいかかりで、ちょっとテーペコのようなニュアンスでかかります。よく言われるんですけれども、空間系は歪みの跡が鉄則っていうご意見、まあすごく真っ当なご意見であるんですけれども、こういうアナログディレイとかテープエコーとか、ちょっとこう古いテクノロジーのものに関しては、純粋に歪んだアンプの前につないでも結構意外といい仕事をするということをちょっとお見せしたいと思います。アンプちょっとモダンですけどね、マーシャルの JVM210 でギターレスポールタイプで、ちょっとこの後弾いてみたいと思います。こちらメモリトイ、販売中です。ご興味ありましたらお問い合わせください。ありがとうございました。